えー、今日ご紹介する「方言の乱」というのは、方言元年、11年1156に皇皇と後白河天皇が戦戦った戦いです初の武家政権である鎌倉幕府の始まりにとって、どうしてこの方言の乱が重要なのかというと、実はね、この乱以降、侍、武者、戦う者たちですね、この存在というものが政治の舞台に 踊り出てくることになるからなんですね。その方言の欄なんですけれども、戦ったストク上皇側が兄、お兄さんです で後白川天皇は弟、弟同同じお母さんんの兄弟同士なんですね。この兄弟間での戦いだったわけなんですけどそれだけではなくて崇徳上皇側には藤原の頼長藤原家の摂関家の頼長という人や源の為義と源のたとも、これはあの父と息子の親子です。 この親子や平の忠政なんていう人が味方についていたんですね。一方の後白河天皇側には先ほど言った藤原頼長のお兄さんの藤原忠道源民義の長男にあたるそして源為朝のお兄さんにあたる源義朝っていうのがついて平の忠政のおいにあたる平の清盛。 っていうのがお白川天皇側に味方としてついていたわけなんですね。つまり天皇家の兄弟以外にも藤原切炭家の兄弟の争いでもあったし、源氏の父と子、それから兄弟もありますよねの争いでもあったし、平家の叔父と甥っていうものが戦った。まさにこう身内同士の戦いだったわけなんですね。大丈夫ややこしくない？めっちゃややこしい。 人の名前だらけでわからない。ちょっっと頑張てててついいて。きてください結局戦いは後白河天皇側の勝利で敵側にいた藤原頼長っていうのは戦死します。でそれから源頼義と平の忠政っていうのは斬首されます。しかもこの斬首された為義っていうのは息子の義朝に首を切られる。そして 平の忠政は甥の平の清盛に首を切られるそういう形になってしまうんですねで為義の弟であるたともは伊豆に流罪になるっていう形で一応戦いは終わりましてそしてまあ首謀者である須徳上皇っていうのは讃岐今の四国ですねに流されまして恨みのままそこで奮起してしまうっていう形になるんですけれども後にねこの須徳上皇っていうのはね日本の三大怨霊の一人っていうふうに言われる ようになりますというのもちょっと物語の中なんですけど恨みのあまりね自分の指をこう噛み切りましてその血でもって我は日本国の大蔓延となり天皇を取って民として民を天皇 なさんっていう呪詛ですね呪ったとか言われててなので恐れられる音量という形になっちゃうんですけれどもねこの身内同士が血で血を争った方言の乱がどうして起こったのかというとまたややこしい話なんですけど系図をちょっと見てください天皇の経図ですね事の起こりは白河院にあります須徳や後白河のひいおじいさんにあたる人ですねこの白河院というのは日本で初めて陰性を行った人です陰性っていうのは 自分のちょっと。 系の息子とか孫とかに天皇の位を譲って上位して自分は上皇とか位譲ったら上皇今のね上皇様も上皇っていうね天皇に位譲って上皇になるで上皇が出家すると法王っていう風になるんですけど、うん、上皇とか法王になった人のことを陰って呼ぶんですねこの陰が権力を握ったという政治形態のことを陰性って言うんですねつまり陰が行う政治っていうことで陰性 というふうに言うわけなんですよね。この白川院が幼くして息子の堀川に天皇の位を譲って上位して、自分は院として院政を行ったんですけれども、堀川天皇が29歳の若さで亡くなってしまうんですね。そうすると次には堀川の息子で自分の孫にあたる鳥羽天皇を即位させて、その鳥羽天皇の女吾、奥さんですね、として、 藤原子という女性を受代させるんですねこの少子っていう人が実は子供の時に父親の藤原金座ねっていうのが亡くなったっていうこともあって白河院の元で育てられていたんですね白河院父代わりみたいな感じなんですよねしかもすごい美少女だったんですねまあ,あの美少女はいいんですけど白河院っていうのはね有名な女好きで少子さんという人が鳥羽天皇と結婚したのにすぐに白河院のところへ帰っちゃって で、もう旦那さんの天皇をほったらかし状態だったんでしょうね。なのに、なぜか子供を産みます。それが後の崇徳天皇になるんですよね。どういうこと。まあ,あの想像つくと思いますが、どうもね。白川院はこの少子に。 手をつけちゃってたみたいなんですよ。できちゃってたみたいなんですよ。よなので、それが分かってるから、夫である表向き夫である飛馬天皇も生まれたストク自分の息子なんだけど、ストクをおじごって呼んで嫌ってたんですよね。え、おじごってなんすか？ 父親が白河院だとすると、うん、祖父ですよね祖父の子供だったらストクっていうのは鳥羽天皇からしたらストクは自分の子じゃなくて父の堀川の兄弟ってことになるでしょつまりおじさんにあたるわけですだからおじさんにあたる子供っていう意味でおじごっていう,ふうに呼んでるんででるすよね。名目上のお父さんの鳥羽はすごくストクを嫌ってるんだけども白河院はもうこのストクが可愛くて可愛くてしょうがないわけですよ。 年を取って生まれた子供は可愛いっていう。そこから来てるんですかね。そんなもんですから。ストクが5歳になった時に無理やり鳥羽に上位させて天皇崇徳天皇にしてしまうわけですね。当然鳥羽上皇としては面白くないわけですよね。ちなみに今ね取得とか後白川とかね。即位してからの名前で言ってるんですけど、あのもちろん王子の時代はね。名前違うんですけど、いつものようにややこしくなるので統一しておりますので、ちょっとご了承くださいね。6年後崇徳天皇がね。ね即 してから六年後の大治四年 （1129 年） 11年に白川院がなくなります。うるさい白川院がなくなったんで。 トバインもようやく陰性を開始することができるんですね。いやー、今度は我が世の春だぜって言うんで、トバインは、今度はね、あの、徳氏っていう女性をすごく長愛してたもんですから、その徳氏っていうのが、放炎5年、1139年に男の子を産んだんで、そうなると、な憎いおじごのね、ストック天皇なんかより、可愛い,い、愛する、長妃の徳氏の息子である、この子を天皇にしたいっていうね、まあ、そういう気持ちになっちゃいます。 わけなんですよねなのでこのストックに迫ってまだわずか2歳なんですけどもね近え天皇っていうのを即位させてしまうんですよね。この時鳥羽院はストクに近衛天皇を有志養子みたいなもんでちょっとこう細かくは違うんですけどまあまあ養子だと思ってください。養子にしちゃって上位すればあなたは新天皇のお父さんになるんだから院政を始められるじゃないですか。だから上位してよっていうふうに説得して院政って天皇がね息子とか孫に比べて 譲らなないいと陰でできないんですよ。院のの絵天皇そのままだと弟さんじゃないですかの絵天皇ってねだからじゃあ養子にしてお父さんになる息子っていう形にして位を上位すればあ自分も院となって陰性始められるっていうことなのでこの当時、ね、天皇より実は院の方が政治的な力が強かったんでねだからまあ洲徳も天皇でいるよりも院になれるんならそのまま上位してもいいかって思って OK したわけなんですよねところが上位 の鮮明っていう上位することをみんなに伝える正式文章を「鮮明」っていうんですけどそこにはなんと近衛は皇太子じゃなくて皇太帝つまり弟だって書いてあったんです。弟 だったら取得は院にはなれないわけですよ院として権力を握るのはそのまんまパパの戸場院ってことになっちゃうわけなんですよこれだけでもね取得条項が起こるのは当然なんですけれどもさらに92年1155年に小野天皇っていうのが17歳で亡くなっちゃうんですね17歳ですから当然後継ぎである男の子はいないんですよそうすると今度は取得天皇にしたら自分にまだ息子がいるからその息子に天皇を譲ってもらえればそしたら今度はようやく院 になれるっていうふうに思うのでよしと思ったら今度鳥羽は須徳天皇の弟の後白河天皇を手伸びしですこれもねまたややこしい話でもともとはね トバインにしたら、後白河天皇の息子っていうのが、まあ、後の二条天皇なんですけど、この人が、トバインが長愛する徳氏さんの養子になってたんで、最初はこの二条を天皇にしたいと思ったんだけど、お父さん天皇じゃないのに息子だけ天皇ってどうよってなったので、じゃあ、あの、中継ぎっていう形で、後白河天皇にしてすぐ二条に譲らすって形で、とりあえず後白河天皇になって、みたいな感じで天皇にしちゃったわけなんですね、トバの方はね。ストック情からすると、完全に もう弟の系統に行っちゃうから自分が陰性をするっていう望みは断ち切られちゃったわけなんですよ。そりゃもう怒りの炎がメラメラですよね。 どうですかこのちょっとや,やこしで言うと関係ついてこられますすかか大丈夫ですかとりあえずなんか大変やなっていうのはわかるかただねそんないろいろごちゃごちゃしてるとりあえず後白河天皇にって言って翌年の方言元年1 5 6年にその肝心の賭博院がなくなっちゃうんですよ。もうそうすると取得条項にしたら後白河天皇を襲って息子を天皇につけて俺が院になるって考えちゃうのもわからなくはないじゃないですかこうして起こったのが方言の乱なわけです。 この天皇家のごたごたに加えてさらに藤原摂関家のごたごたも絡んでるんですよややこしい話なんですよ。摂関家って何ですか家というのはあのつまりこのこの頃にはもう藤原氏の一つの家が必ず摂政と関白を出す家って決まってたんですよ。それをまあ藤原摂関家って言うんですけど摂生も関白も天皇を補佐する役職なんだ と思っていただい,たらいいいたただんですけど天皇が元服する前は摂政って呼んで元服した後に補佐すると関白って、まあ、名前が変わるっていうふうに思っていただくといいと思うんですけど。で世界 の方のゴタゴタはって言うと、元々藤原忠道とそれから頼長っていうのは兄弟なんですね。この摂関家の中で兄弟なんですよ。うん、ただ、お兄さんの忠道の方が23歳年上っていうのと、あとこのお兄さんの忠道にずいぶん長いこと子供が生まれなかったんですよね。 なので、お兄さんの忠道にしたら、弟の頼長を養子にして、関白の座とか、藤原氏の宇治の長者って言うんですけど、まあ、石関家のトップの座ですね。それを頼長に後を継がせればいいやっていうことで、まあ、養子にしたわけなんですよね。あの、頼長というのも非常に優秀な人だったんで、そういうつもりだったんですが、晩年になってからこの忠道に、元真っていう男の子が生まれちゃったんですよ。そしてやっぱり自分の息子の方に後を継がせたいのは、まあ、人情じゃない ですか。ということで弟のより長の養子を解消しちゃうんです。親子ならこうくを譲るんだけど、兄弟となると関白やら摂政やらあるいはその宇治の長者やらを争うライバル関係に。 それでこう争いが始まって兄弟はそれぞれ近江天皇の皇宮へ娘を送り込んで皇宮の争いを始めたりあるいはの衛天皇が亡くなった後、と若くして亡くなった後、とじゃあ誰を次の天皇にするかっていうのをねちょっとごたついてるのを決めなきゃいけないっていう時に頼長はこの 天皇を呪して殺した呪い殺したっていう噂を立てられてしまって失脚してしまうんですよ。これも当然実はただ道側の陰謀でそういう風な嘘の本人は呪詛なんかしてないんだけど嘘の情報を流されて失脚してしまうというここでのこの清掃、政権争いっていうのがまあ,あったわけなんですよ。というわけで天皇権にしろ摂関権にしろ争う原因っていうのはまあ,あったわけなんですけれどもこの正装つまり権力争いに侍たちですね 源氏とか平家の武者どもの手を借りたために今日の町を戦場にする戦というのに発展していまし 侍たちの力を借りて清掃を行ったっていうことから方言の乱の後に武力による戦いによって物事が動いていくっていう武者のそういうものがやってくるんですよ。そういう意味でこの方言の乱っていうのは初の武家政権である鎌倉幕府が生まれるためのターニングポイントになった乱なわけなんですね。 こうして方言がね、1156年の7月に両者の戦いが始まるんですけど、もともとね、ストック上皇とより長サイドの方が兵力は少なかったんですよね。その上、味方の武士である源のためともっていうのが、この人はかなりの荒武者ですごく戦い慣れてる人なんですけど、この人が上皇とかより長に 敵の不意をついて野獣を仕掛けましょうっていうふうに進言したんですよ。セオリーとしてはこれが正しいんですけど、ところがその頼長が自分たちはね、正当なので、そんな卑怯な真似はできないとか言って、その意見を退けちゃうわけですよ。そしたらそこへ逆に、後白河サイドから野獣を仕掛けられちゃって負けるという、まあ、 何かなっていう負け方をしてしてままあいつの世も気がが、緩んだ方が逆転負けしてしいうかこうかっこつけたらいかんねあら戦う時はやっぱりなりふり構わずがいいっていういい例ですよね。<laughs> <laughs> <laughs> 最初的には負けてしまうんだけれども源のため義の八なんで義友敵側の後白河サイドの,あの源義の友の弟である為友ね野手を仕掛けましょうって言って言った人ねこの人は実はね鎮西八郎っていうふうにあだ名がついてるぐらいのものすごい有名な荒武者だった 弓の達人でもあってね。なので、この戦い、後白河祭道を買ったとはいえ多大な被害、この特に為友の活躍によって多大な被害は出てるんですよね。後白河祭藤の方ね、義朝とか平の清盛なんか屋敷に火をかけてなんとか勝利するんですけれども、あの、源頼の義と源の頼朝親子はここから脱出して逃亡しちゃうんですよ。逃げちゃうんですよね。息子の方の為朝は、ね、東国に落ち延びて再起を図りましょうってお父さんに言うんだけど、お父さんの為吉は、 出家して投稿するって言って言い出しちゃうんですよね。結局お父さんにしたら投稿してもご白河の相手方には長男の義朝がいるから、まさか殺されることはないだろうと思って投稿したんですけど、結局はご白河天皇の直命によって残首ということになってしまうんですね。しかも息子の義朝の手にかかって殺される。っていうねかなり。 つねなんか残酷なことになってしまうんですね。この義友の弟の姉友の方は逃げ続けたんですけど、ちょっと病気になって温泉で当時してた時に追手に迫られて捕まってしまうんです。温泉で裸になって武器のない時に捕まっちゃったらしいんですよ。相手方も裸じゃないと怖くて手が出せなかったんですよね。今なら武器がない捕まえられるって感じだったんでしょうね。でまあ、捕まってもう弓がね弾けないようにっていうんでこう手の筋を切られて伊豆大島に留刑留罪になるんですけど、10年後にね。 反乱を起こしてるんですよ。申しりもなくでもまあこれも10年後その反乱するんだけど討伐されて戦いの中結局は敗れてまあリーズから命を絶って亡くなってしまうんですけれどもねただ方言の乱の3年後この乱の後に権力を握った後白河の側近の新勢っていう人を倒すためにまた再び戦いがうまく起こるす。 これがね、平治の乱って呼ばれる戦いなんですけれども、これもちょっと高源の乱と関連はあるんですが、その話はまた今度ということで、今日は初の武家政権である鎌倉幕府が生まれるきっかけともなった、武者の世になるきっかけを作った方言の乱というのをご紹介させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ややこしかった。<laughs> ややこしかったですね。<laughs> すいません。 この動画をご覧いただきありがとうございます。内容が気に入っていただけましたら、登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いします。Twitter もやってますので、フォローもお願いします。